第7回ワンラジオチャンネルの情報を100秒でまとめてみた。今回広瀬大輔さんいないピエン。はい、まずは衣装コンテストから本当に好き。いや、衣装コンテストは本当にサインの方がすごい。加速もすごい。この天末加速の恐竜は見たかったな。はい、続いて誕生日スケジュール。あさってエナなんで、そしてついに来ました天末兄弟の誕生日、鈴東薬の誕生日。いや、なりきりはマジ嬉しいから買うわ。そして糸天の曲マジックナンバーというタイトルですね。早くやりたい。そしてジャンキーさんとマーマーちゃんと、そしてあやさんのタイアップが来て、そしてビーバスのイベントを運び、イエーイ、世界で国家斉唱。そしてついに来ましたキングの実装。はぁーちょっと、しかもつかさどるいくん、やばい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 、ユーアーキング、やばい、嘘やばい、キングに10秒も使ってしまった。幽霊東京追加ですね、おはようございます。そして4人かけるから追加。ちょっと待って、どんだけ。しかも5週間追加されます。いや、本当にちょんとやで、夜にかけない、やばい。ワーワーワールドで国家斉唱。そしてなんかゴールデンウィーク中はなんかいっぱいもらえるらしいで。そしてユニットランクとメンバーエクスペリエンスポイントが 1.5 倍らしいです。すごいね。そしてイベント総理にしようとはガチにして決定ですね、ありがとうございます。そしてポカリコラボですね、これから汗かいた時はポカリセットをみんなで飲みましょう。そしてハーフアニバーサリー展ですね、やーべー、超行きたい、行きたい。そしてね、オンラインの方もね、あるらしいです、ごめん、ありがとうございます。そしてこれがね、グッズですね、すごい。そしてアークかけろがなんかすごくなんかピアノですね、縁がなさそうな俺には。なんかセガストア、セガプライズ、イエーイ。いや、欲しい、ちょっと待って、可愛い。なんか寝そべりがついてきました、やばい。だってこんなのいずれ出るであろう M 使を抱いて寝るしかないやろ。そしてなんかね、リアルイベントがポンポンポーンってね、あるので、コロナに気をつけて楽しんでください。ちなみに Twitter のトレンドがプロジェクト世界で割りました。